おはようございます。7月29日朝5時34分の相場解説ですけども、えー、こういうふうな形になってますね。NGNG でえ。まずはここのゾーンを抜けて、下の方に行ったわけですけども、その次がですね、この4本揃ったインセント要線に従って、今度はまた下の方にね、ズーンと行きました。で、えー、こちらあーの力点から上昇したところで、N を書いて、またあ下降線に入りましたけども、昨日のことですけども、ここがね、また、 あ上昇をして、やっぱり N を書いて、ですね下の方にズバッと突き抜けたわけですね、ネックラインはこちら、そしてこちらという形で引けてると思います、こういう風うな形でね、稲妻のように上がったり下がったりして、どん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 下がっていく、だからセル、セル、セルで取れるんではないかなってことです、で、現在ですね、もう一回ここに来てますよね、え跳ね返ってこれ、下に下がるところじゃないですかね、同じパターンです。というところで、今日もセルで入ろうかと思います。 もちろんね、転換して、これが倍に向かうこともありますので、そういう場合はあ、すぐに考え方を切り替えて、またね、倍で仕切り直すってことになりますけども、とりあえず、今のところはセルで入ればいいのかなと思いまして、もうちょっとで私も、ね、セルに入ります。まあ、本日は以上ですね。ちょっと1時間足しか解説してないですけども、他はま,あまだ見なくていいかなと思っております。以上です。